速報異次元の防御率0.54でリーグトップ、高橋宏斗が見せた未曾有の圧巻パフォーマンス、山本由伸以来の投手4冠へ、歴代投手の壁を突破するか、ついに驚愕の数字がリーダーズボードに刻まれました、中日の高橋宏斗選手が8月6日に岐阜・長良川球場で行われた d n a 戦で先発し、見事7回を6安打1失点に抑えて苦笑目を達成。 規定投球回にも到達しましたその結果防御率は0.54という脅威の数字で12球団中トップの成績を誇っていますヒーローインタビューで高橋選手は先制点を許したことを反省しつつも粘り強く投げ続けた自信を語りました自己最多の127球を投げ抜きついに夢の防御率 0. 台を実現しましたプロ野球の歴史で1970年の阪神 村山実が記録した0.98以来、この領域に達した投手は現れていません。そのののの境地にににににわずかに迫ったのがが昨年年オリックス山本由伸による1.21 2011 1.272 2013 1.273という伝説の投球です他には楽天田中雅宏が 昨年の WBC で世界の注目を集める圧巻の投球を見せた若き右腕がシーズンの先を見据えています今季はフォーム改良が思うように進まず調整に苦しみ開幕を2軍で迎えました1軍初登板は4月28日の広島戦で1ヶ月の出遅れが影響し規定投球回達成には時間がかかりました7日にはチームが101試合目を迎え再びランキングから姿を消すことになるでしょうが 順調に登板を重ねればシーズン終了時には余裕を持って143イニングの規定投球回をクリアできる見込みです。特に7月は圧倒的な活躍を見せました。4試合に登板し、完璧な4勝を挙げました。7月5日の広島戦、バンテリンでは109未満での完封勝利マダックスを達成し、1完封を含む32イニングで無失点という驚異のパフォーマンスを披露しました。 この試合の初回にはオースティンに先制の疑悲を許し、連続イニング無失点の記録が33回で途切れましたが、無双モードで圧巻の投球を続けています。ここまで苦笑いっぱいと圧倒的な成績を収め、勝率9-0-0で巨人、菅野智之の8-3-3を超えてリーグの首位に立ちました。さらに、97奪三振でリーグ3位という数字も記録。 自主トレで指導を受ける山本義信が3年連続で達成した最多勝最優秀防御率最高勝率最多脱三振の投手4冠も手の届く位置に迫っています防御率でセリーグ2位の広島大瀬良大地も0.85と0点台を維持しています空前絶後のハイレベルなタイトル争いが繰り広げられており一つの自責点さえも命取りになりかねないギリギリの戦いが 終盤のペナントレースをさらに盛り上げることでしょう。ネット上の反応。ナイスピッチングナイスバンド。ピッチングはもちろん、セーフティーバンドも見事でした。暑い屋外で球数も多め。スタミナに配慮する場面でのセーフティーは実に素晴らしいプレーでした。チームを鼓舞するにはぴったりの瞬間で、あそこで打線に火がつきました。常に全力プレーーでチームを奮い立たせ 先輩や同僚をうまく和ませるその姿勢は、ドラゴンズにとってかけがえのない存在です。これからも頑張れ、ヒロト。投稿のシーズンとはいえ、この時期に先発投手が規定に達し、防御率0.54という驚異的な数字を記録するのは、まさに圧巻です。このままのペースを維持できれば、MVP にふさわしい成績と言えるでしょう。チーム成績に関係なく ここの数字で MVP を逃すことは考えられません。ただし、まだまだシーズンは長いですが、中日・高橋史と、岐阜で、投手界の天下不分が加速中、12球団トップの防御率0.54を記録し、セ・リーグ首位と一差の苦笑目をマーク。今、タイトル総なめの全開モードに突入。6日中日6・ 2DNA、岐阜・長良川球場で、 中日が圧倒的勝利中日の高橋宏人投手21がついにタイトル総なめモードに突入6日の d n a 戦長良川で先発し7イニング1失点の圧巻の投球でチームを62位の快勝に導いた規定投球回にも到達し防御率054で12球団トップ勝ち星もセ・リーグ首位と1差の苦勝目を記録し 勝率と奪三振のタイトルも視野に、風格すら感じさせる右腕の高騰で、チームの連敗を3でストップさせた。連続無失点イニングは途切れたものの、クライマックスシリーズ、CS への希望は消えていない、チームが12連敗中の屋外球場でも、高橋宏斗が見事な勝利を飾りました。調子が今一つで、1軍で投げ始めてから一番悪い内容だったと語りながらも、試合を締めくくり、 7イニングを6安打1失点で切り抜けた強打の d n a 打線から今季苦勝目1敗をしっかりと奪い取った初回味方の守備の乱れが影響し1・2・3塁のピンチを招くとオースティンに右義比を許し失点これで連続無失点が33イニング1・3で途切れました本調子ではなかった上に5月14日の阪神戦豊橋 以来の屋外球場という厳しい条件しかし異次元の防御率を誇る右腕は一切動じることなく冷静な投球を続けた以降も得点圏に走者を置かれる場面が続いたが要所をしっかり締める2回西一二塁では梶原の内角低めに153キロを叩き込み見逃し三振を奪取中盤にはスプリットの精度が落ちてきたと見るやカットボール主体の配球に切り替え 加藤匠さんがうまく使い分けてくれたと語る球数が109を超えていた7回も当然のようにマウンドに立ちこの点差なら8回も投げたかったと語るほどの余力を見せた6月21日の広島戦以降本拠地バンテリンドーム名古屋で投げ続けていた高橋宏は8月の屋外球場での登板が続くことを受けて準備に余念がない甲子園や広島への遠征には同行せず暑さに慣れるため 移動の疲れを減らすためと名古屋球場での走り込みに専念し、ピッチング練習も屋外仕様に調整。結果、試合開始前の33.4度という蒸し暑い長良川球場のマウンドでも落ち着いた投球を披露。名古屋球場の方が暑かった。ここは逆に涼しいくらいと余裕のコメントを放った。ネット上の反応真中真嗣も高卒2年目から2桁勝利を挙げ 5年目にはタイトルを総なめするなど、伝説の左腕として今でも語り継がれる大エースだった。しかし、広ロとも打線が普通に得点力を持つチームなら、2年目、3年目で2桁勝利を達成していたことでしょう。4年目の今季は伝説級の投球を見せ、驚異的な成長を遂げています。やはり投手力が勝負を決める。のような超一流の投手が相手だと。 打者たちもなかなななかかか力を発揮でできいいのではないか柳や小笠原なら、先制点を奪われると打者が力んでゲッツーにし、追加点を奪われて敗北するケースが多い。しかし、のような超一流の投手はそう簡単には現れない。今年のドラフトでは、1位から3位までは投手を選ぶべきだ。東都や関西のトップリーグの有名な選手を獲得してほしい。沖縄大学など無名リーグの選手がどんなに無敵でも。 中央の競合が集まる大学では2軍に甘んじることが多い、その鍛え方や素質には大きな違いがある。